はい、どうもこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber、講演家のアナちゃんこと穴澤雄介です。今日はですね、なんと私アナちゃんは神様だったんですなんじゃそりゃっていう、はい、私と同じ穴澤という名前の神社がありまして、ここ東京都稲城市なんですけど、穴澤天神社、お参りに来ております。ね、久しぶりに来たんですけど、今年はね、初詣で穴澤天神社にやってまいりました。でここってすっごく歴史がある神社で、紀元前388年、はい、とかからある神社、2400年の歴史がある神社なんですよ。はい、すごいでしょ。2400年ですよ、紀元前からですよ、ね。でまあ、私のこの穴澤家と関係があるかどうかはちょっと分かりませんし、まあ、ないかなっていう感じではあるんですけど、でもこれだけの歴史があって、でね、ここ、神社の少し下ったところにある、このスペースに湧き水が湧いてまして、ね、ここが名水にも選ばれているようなんですけど、こう弁天様があって、このね、ここらの中にこうピチャ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 水がこう湧いて出てるんですよ。でこうすごく、ね、趣があってパワースポットにもなっているらしいので、すごく大きい神社とかではないですけどね、ぜひこの歴史とこの趣と、体感しにパワースポットにもなっているらしいので、ぜひ、穴澤天神社アナちゃんとともによろしくお願いします。よかったらね、こういうの神社のお好きな方とか、ぜひぜひ遊びに来てください。遊びにお参りに来てください、はい。ということで、アナちゃんこと穴澤雄介でございました。よかったらチャンネル登録もよろしく。バイバイ。